ユダヤ人問題の最終的解決。ユダヤ人問題の最終的解決。ユダヤ人問題の最終的解決。読、大エンドラサンデア・ジュディン・フレッチとは、第二次世界大戦中、ヨーロッパにおける、ユダヤ人に対して組織的に、ロコースと、大量虐殺を行うナチスドイツの計画のことを指す。翻訳によっては、マットの字がない。 ユダヤ人問題の最終解決と書かれる場合もある。この用語は虐殺の推進を管理していた新英体中サードルフ・アイヒマンにより作られた言い回しである。この表現にはヨーロッパのユダヤ人の存在自体が問題であるというナチスの心情と姿勢を反映していた。最終的解決の計画が完全に準備される1942年よりも前に すでに100万人に近いユダヤ人が大量殺害されていた。しかし、死の収容所とも呼ばれる絶滅収容所を建設し、ユダヤ人の大量殺害を工業的に行うことを本気で開始したのは、ヨーロッパに住むすべてのユダヤ人を根絶させることを決定した時以降であった。この決定は、1942年1月20日に、ベルリンの万税、 バンコにある別荘での万税会議においてなされた。その会議では、ユダヤ人問題の最終的解決を決定した、ナチスの交換の集団により行われた議論があった。この会議の記録と議事録は、戦争終結時に連合国によって、完全な形で発見され、ニュルンベルク裁判で価値ある証拠として提出される、ことになる。1942年春、それ以前に、 死の部隊や大量殺戮によりすでに数十万のユダヤ人が殺されていたが、ラインハルト作戦によってユダヤ人の組織的な根絶が開始された。1943年10月6日のにおけるハインリヒ・ヒムラーの発言によって、初めて帝国の集められたリーダーたちの前で最終的解決が実際に意味しているものが、簡潔で残忍な表現で説明された。 第二次世界大戦が始まる前の1939年1月30日の政権獲得6周年記念の式場、総統アドルフ・ヒトラーはヨーロッパでいずれ発生するホロコーストを予言するかのような発言を行った。歴史家の間で現在でも議論の対象となるのはヨーロッパのユダヤ人を根絶する決定をナチスの交換らが下したのは正確には いつのことかという問題である。最終的解決の概要が1941年の夏から秋にかけて徐々に行われた点については意見の一致が見られる。ホロコーストの研究家、クリストファー・ブラウニングはユダヤ人を根絶するという決定は二段階で行われたと述べている。第一段階は1941年7月、新英隊の特別編成部隊である。 国家法案本部特別行動部隊、アインザッツグルッペンがドイツ軍占領下のロシアでユダヤ人を大量虐殺した。第二段階は1941年10月、残るヨーロッパのユダヤ人を根絶するというものであった。この視点では広い証拠が存在する。例えば、1941年7月31日、ヒトラーの指示の下、ヘルマン・ゲーリングが SS のナンバー2であるラインハルト・ハイドリヒに、ユダヤ人問題の最終的解決を望ましい形で、実行するために必要な行政的なシステムと、金銭的な方の計画を可能な限りすぐ自分に、提出するように命令した。クリスティアンゲル・ラッハは異なる時系列を主張している。1941年12月12日のナチス党、全国指導者の集会での演説が行われた際に、 決定はヒトラーにより提案されたというものである。ヒトラーの個人的な発言の翌日の1941年12月13日の日誌の記録では、ヨーゼフ・ゲッペルスは以下のように記述している。この決定後、最終的解決を効果的に行う計画が立てられた。例えば、12月16日にポーランド総督府の交換による集会で、 ポーランド総督、ハンス・フランクは、ヒトラーの演説を引用して、ユダヤ人の根絶を行うということを記述している。フランスがドイツに降伏した1940年頃、ヨーロッパの全ユダヤ人を、フランス領であったマダガスカルへ送るという漠然とした計画が立案された。アドルフ・アイヒマンは1942年の万全会議以前には、この選択を支持していたが、 この会議の席上で最終的解決が何を意味するかということを告げられた。SS 長官のヒムラーは1940年に一民族を根絶させるというのはボルシェビック的なやり方であるとして却下するならばアフリカ等に強制移住させるのが最も恩便かつ最善の策だと述べていた。この計画は英国が降伏後イギリス海軍を使用して 行うこととなったが、イギリスは降伏せず、マダガスカル計画は放棄された。1941年11月1日に、最初の絶滅収容所が建築された。ベウゼツ、ソビボル、トレブリンカ、ヘウムの、マイダネク、そして、最後には、アウシュビッツイコールビルケナウの順に建設された。ユダヤ人の大量虐殺は、1942年の初めに開始された。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。